花尾義郎の音楽魂。ああ、イエーイ、元気です。イエーイ。はい、皆様こんにちは、金尾義郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました、金尾義郎の音楽魂、はい、今日も楽しくやっていきましょう。まずは、松下俊美さん。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。よろしく。高橋誠さん、こんにちは、よろしく。ね、なんかロックになっちゃった。ロックになった。髪伸びた。本日のねゲスト、はい、もう素晴らしいゲストですね。はい、山本恭司さん、イエーイ、久しぶりです。イエーイ。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ライブ切れないね。いやね、もう恭司さんの時はね、いつもこんな風になっちゃう、ね。そうなんですよね。もうライブだよ。ライブ。ライブ。うわ、すごい。いつに増して多い感じ、ね。そう、ドア、今日ドア開けっぱなしでやってる。ああ、そうだ。ドアの外にも。ドア閉めらんないぐらい。すごい。お客さんいらっしゃいますね。ね、外にもね。ありがとうございます、皆さん ね、 ね、山本九さん、まあね、いろんなライブとかいろいろありましたけどね、もう本当この一月の間だけどもね、うん、V バウト、うん、B のバウト、バウアウト、うんうん、でワイルドフラッグ、まあ僕でやってるね3つのバンドが、うん、まあ、この1ヶ月の間にあるし、うん、まあ、その他にもつい日曜日までか、うん、近藤房之助さんと一緒に、はい、ね、関西ブルースターをやってたりとか、もちろんソロの活動もやったりとか、はいはいはい、もうとにかくいろんな風にことをやらせてもらってね、お忙しい中ね、移動距離がすごいですよね、うん、あ、そうか、今回北欧まで行ってきましたから ね、 ね、 ね、今日はその北欧に来てくれた人もいますし ね、 ね、すごいよ、北欧から川崎まで、ね、素晴らしいです、ありがたいです ね、 ね、後ほど感想をお聞きしましょう、ね、ね、まずね、山本恭司さんの新譜からちょっと一曲、はい、あ、わかりました。ね、新譜はね、はい、セルフカバーズボリューム1といって、はい、要は自分で作った曲をちょっともう一回ね、うん、リアレンジをして、うん、はいはい、ちょっとねなんか渋くかっこよく美しくドラマティックになるほど仕上げたものなんですけど、じゃあね、はい、その中から、はい、元はといえば V のバウアウの曲で、ハードな曲で、はい、ハリケーンを聴いてください。ハリケーン。
えー、ということでね、イエーイ、ハリケーン、いや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 、これはドラマチックなね、はい、感じです ね、元はね、うん、もうほんとストレートのハードロックだったんですけども、ちょっとオーケストレーションを施したりとかしてね、だから随分イメージは変わったと思います。やっぱり山本恭嗣さんといえば、そのいろんな形でね、自分の音楽というか、うん、そうですね、あのオーケストラと、ね、ジョイントをされたりとかも、うん、そ, あそれでそうだ、ちなみに今年もね、10月20日にね、うん、僕の地元松江、はいはい、島根県の松江市のね、プラバホールってあるんですけどもね、ほうほう、そこでサンインフィルとまた共演が決まってましてね、まだあんまりちゃんとした告知もチケット発売もしてないんですけど、でもそれは決まっていてね、その時はこの間ブルースツアーで一緒だったなにわエクスプレスの清水光がベースで、それでドラムがね、川口千里ちゃんなんですよ。ああ、そうなんですか。だからまたそういった意味でもまた面白いセッションっていうかね、なるほど、なるんでご期待くださいね。あのいろんなパターンでねやられてて、なんか素晴らしい。この間あの須賀川でね、あのギター三昧、ね、初めてプカプカにね、うん、びっくりしましたね、あれ、あの時はね。だからね、リハーサルを一応まあ一段ついて、ええ、それで外へ出て、ちょっと涼んでるじゃないですか、はい、逆に温まろうとしてるんです、あの時はね、はいはい、ね、そしたらお二人が車でダダダとちょうどいいタイミングでね、そう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 、ね、吉野さん、としみさんが見て、わーってもう本当びっくりしました、ね、そうそう、窓開けて、あれあれみたいなそうそう、遠いところね、なんか3時間ぐらいかかるでしょ。いやいやいや、ありがとうね。いやでもね、あのすごく、なんだろう、喜んでたね、うん、すごく良かったですね、あれね、うん、やっぱあのギターのその深みというかね、いろんなバージョンでこうやられて、うん、アコースティックもあるし、だからその幅っていうか、音の幅とか、あとすごくなんていうかな、曲調の幅もね、そうそうクラシックからあれだとね、やっぱ ギター弾く人たちにとってはすごく楽しいと思いますよね、ねえ、と思います、うん、だからなんかこう、うん、映画見てるような感じのところもあるし、あ、そうだ ねギターソロもねたっぷりありましたしね、うんうん、須賀川で初めてだったんで、うん、でやっぱり初めて見られる方もねかなりおられて、須賀川なんかあのアコースティックとかブルースがすごく盛んだって聞いたんで、はいはいはい、ね、ちょっとあのまた柳ジョイさんの曲ね、ちょっとよりブルージーに編曲してやってみたいとかね、うん、だからあのやっぱりずっとその今日もいらっしゃってる方もいらね、はい、あのファンの方もいらしたけども、なんかやっぱ地元の人たちもね、あの 一丸となってね、うん、盛り上がりましたよね、盛り上がりましたね、非常にね、打ち上げまでねすごかったですね、打ち上げね、僕も打ち上げ行って、うん、ちょっとあの時禁酒してたんで、あーそっか、そう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 、だからちょっとあの偉いでしょう、もうまこちゃんはね、もう、あ、もう全然そんなこと偉いって言うんですよ、僕が禁酒してると喜ぶ、あ、そうだな、うん、だからまあちょっとあのね顔だけ出してね、あのおいとましましたけどですね、うんうん、またあれから第3部始めましてね、やっぱり、あ、そうですね、やっぱり、うん、飲むと弾きたくなる、飲むと歌いたくなるっていうのがあってやりましたね、まあ、そこら辺のサービス精神っていうのがねもう半端ないからね、でも自分の中でそんなサービス精神とかっていう意識もないの、ほんと好きなんでな、ね、演奏したりするのがね、もう多分一人でもだからリハーサルで誰もいなくても延々一人でずっと弾いてますからね、うん、だからほんともう好きなんですよ、でまたね、そうやって打ち上げでなんか話で例えば初めて見る人が俺は本当はバウアーのステルが聴きたかったななんてポツリと言うもんだから それを覚えといて、うん、でダダダダダとステージ上がってステルやりますってアコギでステルやってねその人泣いたりとかねまたそんな感じで ねみんなやっぱりニコニコになったりね、うん、なんかそうなったそういう空気の中にいるのがまたいいじゃない、うん、ね、本当にでも実際ああいう音響でね聞くとやっぱ素晴らしいですね、ああそっか、うん、いつもこの、これこの音響でしかね、うん、お二人方は聞いたことなかったです、この音響ということでね、山本恭嗣さん今日お越しいただいておりますけども、あの海外ツアーの話は、ね、ああいかがでした？7月7日に、うん、スウェーデンのね、タイムトゥーロックというフェスティバルで招聘されましてね、はいはい、でそのタイムトゥーロックっていうのはね割とねちょっとあの
ちょっと懐かしめというか、うんうんうん、だからまあバウアウだってねもう48年やってるバンドですし、うんうんうん、あとはまあ、あのユーラーヒープが出たりとか、去年はマイケル・シェンカーグループだとか、うん、ウリジョンが出たり、要はちょっとやっぱり年齢層高めのバンドも出て、うん、そしてやっぱりお客さんもそういう感じなんで、うんうん、なんか皆さんすごくねもうあの礼儀正しくというか、うん、なんかずいぶん昔出たレディングの時はなんかそれこそビールのね空きペットボトルみたいなのをわーって投げ合ったりとか、そんなこともあったけど、うんうん、そんなこと一切なく整然と、いやでももちろん熱く盛り上がりますよ、うん、だからねなんかね本当居心地のいいフェスでしたね、うん、だからもうしょっちゅうあの3つステージがあるんですけど、もうその辺を僕も自由に行ったり来たりしつつ、うん、だからそうしたらね本当もう2分に1人ぐらいになんかバウアウとか教授とか呼び止められて、うん、初めてのスウェーデンだったのにね、そんだけいろんな知ってる人がいてくれたら本当嬉しかったし、うん、あと、まあ、その中で例えばブラジルとか、うん、あとどこだっけな、カナダ、あカナダですね、それバウアウが出るから、うん、バウアウ見に来たんだっていう人とかね、すごいですね、もうそういう人、スペインからなんか5日間ぐらいかけてバウアウ見に、その人はあの渋谷のバウアウも見に来てくれた人なんだけど、わざわざそうやって車で来てくれたりとかね、もうだからねその辺のまず温かさをとても感じたし、でもう僕らも本当まあ当たり前ですけどベストを尽くしてガーンってやって、うん、でだんだんお客さんの反応も盛り上がってきて、うん、だからその模様はね YouTube で本当全編ノーカットみたいなバージョンも、うん、まあスウェーデンの人が映してくれて、うん、YouTube でアップされてるんで、うん、あそうですか、どんなライブだったとかね、はいはい、アンコールも結局2回来まして、うん、1回目は答えたんですけど、うん、2回目主催者の方見たら、ごめんごめんごめん時間の都合で、なるほど、うん、でもそのアンコール求める声までしっかり抑えられてる、うんうん、ね、動画にね、だからなんかその盛り上がりはとっても良かったと思います、うん、で今日はさっき言ったようにそれを見に来てる、あ見に来てるね、なんか人がまた今日川崎まで来ていただいて、そういえば大阪のブルースツアーも来てくれてましたね、すごいですよ、今井さん、今井さんすごいですね、今井さんちょっとここ前に来て、いかがでした、そのファン代表で、うんね、いやもうそんなここで大丈夫、そこまでくっつかなくていいですね素晴らしかったです、いやいやいやね、いや見に行った甲斐ありますから、そうですね、嬉しいね、もうスウェーデンまでね力になりましたよ、いやいや本当日本の皆さんにね、日本の国旗とか、まあはいはいはい、いろいろトラブルはあったんですけれども、アンプが一瞬出なかったり、アンプが出なかったり、なるほどね、もうそこをやっぱり教授さんギターソロであの急に変えてやるとかだから構成もっていうか選曲も若干変えられて、うん、そうそうそう、ああそうですね、やっぱライブはね何が起きるか分かんないもんね、うん、あ確かにね、うん、だからそこはね、それを踏まえてもやっぱり素晴らしい演奏でした、うん、ありがとうございます、ね、鳥肌が立ちそうだね、ね、素晴らしいです ね、 なんかね、ね、うん、まあ日本からは紫もあれですね、あそうですね、前日の同じ時間帯で出ましたね、うん、まあ紫もねちょっとまあもちろんね、うん、あの琉球戦法というかね、はいはいはい、本当に北欧の地に響き渡るってのはなんかすごい感動的だったし、うん、やっぱりアンプのトラブルやっぱかなりね悩まされた感はあったけど ね、うん、なるほどね、いやでもねもうすごい頑張ってくれてましてよかったです、うん、はい、なるほどね、まあいろいろなんかそういうトラブルはね、つきものつきものですね、うん、僕なんか初めてバウアウで1977年に野外、うん、日光の霧降り高原でやった時も、うん、やるぞって SE が鳴り終わってバーンと一発目の音と同時にあの頃ほらマグネシウムとかダーンと花火とか上げる、はいはいはい、バーンって電源が全部ポッ、いやー、いきなり生音あなるほどね、っていうこともあったりとか ね、 結構ね、まあいろいろありますけど、でもねやっぱりここまでね50年近くやってるともう大抵のトラブルは怖くないですよ、この間のスカ側もねほらあのちょこっと説明したけど、うん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 、左側の PA のツイーター完全に、うん、
音なかったですね完全に飛んでて、ね、でもね誰も気づかなくてね、うん、僕は結構ね地獄聞きするんで、ほらツイッター飛んでるよってして、うん、でも変わりないから、だからウーファーだけなんだけど、うん、ウーファーのねハイを10、うん、ミドルハイもなんか結構高いとかして10、うん、ね、なんか写真撮ってたんですよ、うん、だからお店の人はねいくらそうだとしても自分じゃとてもそんな10、10なんて怖くてできないですっての、僕はもう耳でやっちゃうから10、10でやっちゃってね、うん、であんまりわかんない、うん、まあ、全然、ね、もう、うん、ライブはもうすごいすごい、そういう感じでやりました。モニター聞こえなかったもんね、返しがね、うん、ゼロ、あ、自分たちがやった時、うんうん、ボーカルが返しなしでやった、うん、あ、それはきついと思う、まあ、ね、そういうのもある、それもあったね、あれだって高校時代なんてないもん、モニターという存在がないからね、だから表のスピーカーが一回台風かなんかで野外で飛んだことがあって、うん、あ、そう、それでモニターを客席に向けてやったことがある、そうするともうその音でもやっぱお客さん聞こえるから、うんうん、僕なんてもそれも、もうそういうのも慣れっこです ね何十年50年素晴らしい、ね、モニター向けるもんね、客席にこうやって、ということでね、お便りご紹介しましょう。お便り ね、じゃあ山本教授さんですけど ね、はい、ね、これ先ほどね、うん、プカプカの話、ソソさん、あ、妖精ソソさん、妖怪じゃないの、妖怪じゃないね、いいね、カナオさんとしみさん、教授さんのライブにおいでいただきありがとうございました、はい、あの、うん、まさかおいでになるとは思わなかったので驚きましたが嬉しかったです、はい、そして、誠さんおかわりございませんか、はい、鈴木さんも YouTube のアップ楽しみにしています、はい、そしてそして本日のゲスト、うん、山本教授さんお疲れ様でした、うん、はい、ありがとうございます、素晴らしい音の出会いに感謝します、はい、なんといってもお人柄が優しいし、前から見ても後ろから見てもかっこいいそして茶目っ気がもっとかわいい、打ち上げさえも素晴らしい気遣いに頭が下がります、うん、素敵すぎるファンの皆様に、うん、いかに楽しんでもらえるかを考えていらっしゃるのがよくわかります、うん、ありがとうございました、うん、ありがとうございます、はい、そして今日お見えになっているファンの皆様、うん、来られなかったファンの皆様、いろいろお手伝いいただきありがとうございました、うん、素晴らしい皆様に囲まれて楽しいライブ会場を作れましたこと、この場をお借りしまして御礼申し上げます、はい、長くなりましたが水曜日ワウワウのライブを見てましたら、うん、2013年ワウワウってあのね、あ、 あっちのワウワウ、ね、バウワウじゃない、ワウワウじゃよく間違えられますけど、そうですよね、2013年矢沢永吉ツアーのライブ、うん、武道館に教授さんがギターで出てらっしゃいました、はい、友人が出演しているような錯覚を覚え、なんととっても楽しかったです、また2009年NHK 第60回紅白歌合戦にシークレットで矢沢永吉さんのバックバンドに出ていらしたんですね、はい、そのあたりのことも交えてお話しいただけると嬉しいです、リクエストはギターがすごすぎるの分かっているのですが、ここはあえて中島みゆきさんの施錠できたら構いません、できたらで構いません、できません、できません、いや、あの時ね、あの後ですか、じゃあ帰った後ですね、皆さんお帰りになった後だから中島みゆきが大好きだってんで、施錠と糸とどっちか行ったらもう迷わず施錠立ってくださいって言われて、へえ、やってあげたんですね、やりましょうか、少しアコギ化して、へえ、やってくださるって嬉しいですね、いや、そうか、これ僕鼻を下げなきゃ、じゃあこれちょっといい感じの、いい感じにしてください、うん、あ、これ、あ、そうか、ギターね、世の中はいつも変わっているから、頑固者だけが悲しい思いをする、変わらないものを何かに例えて、その度崩れちゃそいつのせいにする、シュプレヒコールの波通り過ぎてゆく、変わらない夢を流れに求めて、時の流れを止めて、変わらない夢を見たがる者たちと戦うため、大チャンスですよ、ありがとうございます
いや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 、もう何でもやってくれちゃうから、ね、素晴らしい素晴らしい。腐ったみかんの方程式ですよ。いやいや、金八先生の金八先生のね、金八先生のね、加藤正さん、お母さんが護送車を追いかけるシーンで流れてたき、泣いてます、うん、泣いちゃった泣いちゃった涙が出ますね。泣きますよ、ね、今日ね、はい、放送、まあ、忘れてた、放送局に来たらメロンが届いてました。あ、そうだそうだ。でね、はい、早速ね、教授さんにもね、お渡し しました、はい、どちらの、はい、足別メロン、はい、足別、中尾さんありがとうございます。いつもね、ありがとう、ね、毎年送って真子さんね、うん、足別メロン、はい、ね、僕はもう果物が大好きで、もう何よりも好き、もうお酒なくても果物があれば大丈夫ぐらい果物が好きなんです。じゃあ今日はね、今日に間に合って、そうそう、嬉しい、ね、食べ頃がでもね、もう、うん、あのもう少し後、うん、大丈夫、あの尻尾のとこちょっとくらったりとか、はい、あのヘタがちょっとカレーかけられたらっていう、うん、なるほどね、いろいろその辺は詳しいね、詳しい、はい、うん、ね、いやということでね、笹さん本当にどうもありがとうございます、ね、ありがとうございます、美味しくいただきます、ね、うん、あと笹さんね、ありがとうございましたね、はい、あ、笹さんね、カナオさんにはチクホブルース、はいはい、これも時間があったらで構いません、時間ありません、ちょっと雑談ね、教授さんと縁をつないでくださった新潟の富樫さんに感謝しながら聞いています、うん、ね、皆様ありがとうございました、はい、妖精様でした、はい、ありがとうございます。あの、ね、また、うん、あのお邪魔します、僕もね、ね、うん、僕はあの震災後からちょっとお付き合いがあって、ね、あれを半分ね、うん、あのもう倒壊してて、ね、あの半分はブルーシートだったのね、で、お店だけちょっと残ったんだけど、うん、やっぱり地元の人たちがまた音楽やりたいっていうんでね、一緒にあの毎回一緒にやるんですよ、地元の人たちと、あ、そう、うん、そうやるようになってね、まこさんもね、そろそろ一緒に行きましょう、また行きましょう、ね、ね、また皆さんと会いたいです ね、ということで、はい、この方お便りね、あとね、米子のともちゃん、お、こんにちは、ともちゃん、毎回楽しい番組ありがとうございます、はい、今週のゲストは山本教授様、うん、先月のバウアウ、先日の、フサノスケさんとのブルース、はい、どちらも最高でした、スウェーデンのフェスお疲れ様でした、はい、今日も楽しいお話と美しい音色をお願いいたします、はい、猛暑が続きます、皆様ご お体をご自愛くださいませ、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ともちゃん、ドレッシングいただいたよね、そう、はい、ともちゃんね、嬉しいんだよね、いつもね、あの、うん、お便りいただいてますね、ありがとうございます、今回フサノスクさんとかブルースやられたじゃん、マーティーも一緒だった、マーティーも一緒だった、マーティーも一緒、はいはい、マーティーと僕同じでした、うん、あ、よっちゃんって言いますよ、一、ね、つ上、うん、よっちゃんとか言って、こちらも同じだよね、あ、よっちゃんだとか言って、マーティーもいいよねってか、みんな素晴らしいメンバーでね、もう本当にみんな気持ちがあってね、うん、もうずっとニコニコの幸せなツアーでした、僕はね、まあさっきね、いろんな音楽をって言われるけど、やっぱりブルースはブルースで大好きで、うん、でね、でやっぱり僕はブルースの第一印象、僕は宇佐之助さんだと思ってるので、もうボーカルも素晴らしい、ギターも素晴らしいんで、だから本当ね、もう何年も前から実はラブコールを送って、うん、まあ直接というよりもね、まあ共通の友人にね、はいはい、なんか宇佐之助さんとブルースのライブをやりたい、うん、で、まあようやくちょっとまあちょっとまあ知り合いがね、はいはい、あ、ちょっと俺が話してみるよって言って実現したんです、教授さんの方から、僕からリクエストしました、意外でしたね、はい、ね、まあ、でも実は、2020年の頭にね、僕がオーケストラやってた時に、はい、あのボーカルとして2曲ほどね、ゲストで歌ってはくれたんですけど、で、ね、でもその時は青い影とかフラフサノスケさんのオリジナルだったんで、だからいわゆるブルースってのはやらなかったんで、でもフサノスケさんブルースほんと最高なんで、ね、だから、うん、いや今回本当幸せでしたね、たで隣でね、歌も聞きながら、僕がそれに対しておぶえてね、絡みながら、うん、結構も爆笑いっぱいありましたけどね、うん、なんか良かった、うん、本当に、はい、うん、ね、もうライブは続きますよね、なんかあの、ね、健康法とかなんかあります、健康はライブを続けることでしょう、そうですね、だからもう2021年からもう毎年100本超えで、毎年毎年増えていって、すごいすごい、去年がまああの日本アンオフィシャルみたいなのも入れて114本やりまして、今年は自分でカウントしてないんですけど、いっぱい来てくれてる方の話によるとさらに増えるんじゃないかと、
ね、だこれもね、いつもから言ってるやれるうちにやれることをちゃんと、うんうんうん、まあ、これが僕のある程度ある程度ある意味このようにね、そういう生を受けたなんか理由の一つだと思うんで、こうやって音楽をねやって、そして皆さんを一人でも多くの皆さんハッピーにする、笑顔にするっていうのはね、とても大事なことなんで、これは今幸いなことにね健康で ねいられるし、これはもう一歩でも多くそれを届けたいなと思ってます、うん、なるほど ね、うん、ね、みんなが幸せになるっていうのいいよ、徳を積むっていう感じだよ、徳を積むいや徳徳ライブ、ね、ある意味で、ね、徳を積む、うん、なんかねそういう感じしますよね。まこさんはあれですか、もともとあのご紹介いただいたのはまこさんから教授さんご紹介いただいた、そうだね、そういうのがすごくあるんだけども、はい、あの健康法とかなんか健康法いろいろあるよ、まこさんもすごいよ、いや一緒ですよやっぱりライブね、ライブやるまこちゃんもすごいよね、うん、あと目で直に太陽を何十秒40秒ぐらいいやいや20分ぐらい20ずっと太陽見つめて太陽凝視っていうのやってたらね、うん、目の中で体が光合成を起こすらしい、そうそうそう、嘘だそれ、いやそれ孫じゃない、嘘じゃない、だから光合成やるとあの本当食べなくても良くなっちゃうのね。でね、僕の最終目標は、うん、今だんだんもうほぼビーガンな感じなんですけど、はいはい、最後水だけで生きるっていうのが人生最終目標です。はい、ちゃんともう、そうね、存じてます。ありがとう。最終目標は食べない。うん、インドの方にいそうですよね、そういう人。あ、結構いますよ今。ね、まあ、ね、そういう人は。百何十歳までだけど、ね、割と最後そんな風だったっていう話もね、うん、聞くけどね。はい。そうなるほどね。水だけで。まあね、うん、ねえ水分だけで、ねえそんな、まあ、なんかすごい車も作れそうかです、水だけで、車も作れそう、いやいやいや水だけで走る車でも作った人もうできてるんですか、いたけどやっぱりちょっとやっぱりそれだと困る人がいっぱいいて、困る人がいるから潰されちゃいましたね、うん、そんな風になっちゃった、ね、そういう世界ですね、まだね怖いですね、そういう話だらけ、なんか部屋で喋ってるみたいな感じですよね。こういう音楽魂になってしまいました。なんかね、こういう感じこれはこれでいいよね。なんかね、そう、緊張感がない。緊張感がないのよ。本当に当たりばったりでさ。いつもはもうちょっとある感じですけどね。まあ、誠君が一人増えるだけで、なんかそういう空気がちょっと生まれた感じ。太陽なの。太陽なの。すごいよね。でね、今日山本九さんね、まあ、大体年に2回ぐらいの、あのペースでね、あ、はい、あの番組来ていただけるんですけども、あの生をね、生演奏をね、やっていただけるということでですね、皆さん、はい、いかがでしょうか、ね、行きましょうかね、大丈夫ですか、外で大丈夫、あ、聞こえる聞こえる、うん、ね、うん、今日はね、うん、まあ、もちろんさっきの新しいアルバムの曲も考えたんですけど、はいはい、ちょっと少し前のでも僕がいもう本当よく演奏する曲なんですけど、はい、まあ、ちょっと前振りっていうかしていいですか、はいはいはい、この間のスウェーデン行った時も、うん、その時はビーバウでやったんで、うん、まあ、デビューが48年になります、はいはい、ほんであのこの間6月の末は V バウであの川崎でやった時は、デビュー40周年みたいな形でやったんですね、はい、でそれぞれどちらも川崎もね、まあ、もちろん懐かしいと思って喜んでくれてる人も大勢いたんですけど、うん、初めて見る方もね、うん、割とおられて、はいはい、そしてスウェーデンも、まあ、もちろんですけどね、初めて見られる方の方が圧倒的に多い、うん、それでもあんだけの反応を得られたっていうのは、それも昔の曲がね、うん、っていうのは僕は常日頃からこれもよくライブで言ってんですけど、やっぱり世代や時代を超えて伝わる音楽を作っていきたいし、そういうパフォーマンスをやっていきたいなっていうのはあって、うん、だからなんかそれがね、なんかちょっとちゃんと伝わったような気がしてね、うん、自分の中で、お、嬉しいなと思って、うん、でその世代を超えてという普遍的なっていうのは英語でタイムレスっていうんですね、うんうん、ということでちょっと僕のタイムレスっていう曲を演奏してみたいと思います、はい、じゃあよろしくお願いします、はい、お願いします、これがタイミングが合うかな
ありがとうございます。またこの音響でこの部屋で聞くのも悪くないでしょ。なんかでも広がりはでも変わらないですよね。ああ、ありがとうございます。音の大きさじゃなくてね、うん、やっぱね、こういうとこからでも世界を夢見られるっていうね、嬉しいです。気持ちがね、すごい素晴らしいな、ありがとうございます、ね。お便りいきましょうか。はい、はい、これはミキさんね、ありがとうございます。皆さんこんにちは、熱い博多です。博多、はい、博多のミキ君ね、はい、ありがとう。今週はもうレギュラーと言って良い、うん、山本恭嗣さんですね。お帰りなさい、楽しみにしてました、はい。最近なかなか、タイミングが合わず、行ける時には行きますけれども、うん、まだ楽しませていただきたいと思ってます、はい。最近は恭嗣さんを師匠と呼ぶ、うん、ワイルドフラッグのドラマーと仲良くしてて、エイジね、あ、そうですね、うん、九州での彼の所属しているあるバンドのツアーはアテンドしていました、なので身近に感じてます、うん。実は今、それこそエイジっていうさっきのドラマーと一緒にバンドをやっている男のソロツアーの手伝いをしている最中なんで、なんだか奇遇だなと思っています、自分にとっては以前もお話しした初めて耳を潰した爆音は小学校を卒業して間もなくの77年3月、キッスのライブの時のバウアウなんです。あのライブはおそらく一生忘れません。今日も最高であっという間の1時間をお楽しみください、うん。以前みたいに5度チョーキングしてくださいとかは言いません。するよするよしてください。カノ様、日曜日のライブが頑張ってください。元気にかましてください。日曜日ライブですよ、ね、日曜日、あ、俺そうです。あ、おいらはその日佐賀ブルースフェスティバル、自分のこと忘れちゃうね。あ、そうですよ、そうだね、で、その日はね、佐賀ブルースフェスティバルなんです。お、 MC をやってしゅんさんにも会ってきます。あ、しゅんちゃんが行ってきますね、はい、あ、佐賀ね、佐賀のブルースフェスティバルが日曜日にあるんですけど、そうそう、カナオさん、自分にとってはカナオさんのツアーが最優先項目とはいえ、うん、ツアーミュージシャンのお世話もだんだん入ってきつつあるんで、うん、博多に帰ってこられる日程も決まったら早めに知らせてくださいねってことですね、うん、ありがとうございます。そうそうそう、はい、まあ、ちょっと体調は ね、体調次第なんで、良くなっても来てるんで、はい、だちょっといろいろね、その説はよろしくお願いします。はい、そう、今話になったエイジといえば、はい、僕はそのワイルドフラッグっていうバンドやってまして、ね、はい、エイジとエイジの弟の翔太郎と3人でやってるんですけどね。あ、そうなんだ。で、あさって、あるじゃないですか、あさってだっけ、あさって新宿ロフトで、うん、まあ、ゴールデンロックフェスティバルっていうのがありまして、うん、まあ、他にもアシェーカーだとかいろいろ出るんですけどね、うん、そこでワイドフラッグやりますね。そうなんです、あさって、あさってです。明日は弾き語り弾きまくりギター三昧で、はい、明日はどちらですか。山梨の北杜市の、うん、ね、テイストってとこへいますね。で、あ、そうだ、さっき出た5度チョーキングってやつ、5度チョーキング、誠君に見せたことあります？え、ないよね。ギターのチョーキングって普通、うん、例えばこれが E だったら F シャープ、うん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 、これとか言っても14半うん、で5度ってのは、うん、B まで上げてます、うん、そこまで行く。これはじゃ あちょうど取ってもらってるので、うんうん、いいですか、はい、はい、それはすごい。これはね、まだ誰一人としてできたって見たことないね。5度すごいね、練習します。それではね、ミキさんにも一応やったよと、ね、やりました、はい、今ね、ビデオね、 YouTube で確認してくださいね、ね。音で今聞いてるかな、うん、ね、いや、すごいね、すごい。あ、久保さんは九州はツアーは、はい、九州はね、うん、ないんですか。11月に、あ、行きます。11月だそうですよ、ね、はい、だから、うん、兄さん今度は来てください ね、そうそう、だから九州は僕の11月行くって言ってなかった。11月、いや、ね、今年はね、ちょっと悪い、今日は行かない、行かないなんで、それで、そうなの、うん、今年はちょっといろいろね、いろいろある、うん、あ、そっかそっか、それで、そっか、あれですよ、あ、後輩がいるから、後輩がね、結構恭嗣さんファンで、そうそう、そうなんです。
どこですか？そうそう、博多の方にね。そうそう、博多にね、後輩、大学の後輩がもう山本教授さんファンで、うんうん、前ちょっとね、ライブハウスとかやってたんだけどね、今は。そうだね、もともと僕の高校の後輩でもある。そうなんですか？松江みなみのこと。あ、そうなんだ。そう、その後、福岡に来たの。福岡に高校3年の時かなんかに引っ越して、あっちの方に大分とかかな。あ、そうか、そうか、そうか、うん、来ましたね。なるほどね。そう、そう、ちょうど昨日ポスターが届いてたんだけど、ちょっと今探すの大変だから、ね、九州ツアーでね。はい、あ、そうですか、うん、11月ね。11月行きます。皆さんね、お楽しみください。うん、ね、ぜひ。ということでね、はい、もっと聞きたい、もっと聞きたいでしょ、生。またまたまた。そういうこと言っちゃいけないのかね。いけませんでした。いやいや、お便りは CD から1曲、ね、聞かせてもらっていいですか？あ、そうか、もう1曲。そうだね、うん、新しい、じゃあそのね、セルフカバーズボリューム1から、じゃあ、I'm gonna sing the blues ってのをかけてください。はい。
はい、ということでですね、いかがでしたでしょうか。素晴らしいね、ありがとうございます、ね、うん、あのこれはどういうふうに購入すればよろしいですか。ね、まあ ライブ会場も持っていきますし、うん、あとは僕のホームページからもうダイレクトに買えるようになってますんで、はいはい、うん、ちょっと見てもらえたら嬉しいです。ぜひ皆さんね、あの素晴らしい世界ですね、うん、ね、お求めいただきたいと思います。よろしくお願いします。山本恭嗣さんの、はい、まあ、スケジュールをちょっと、はい、あのこっちの方ではね、うん、8月の、うん、30日にあの、うん、V バウのキーボーディストアスミレーと、はいはい、デュオというやつがありまして、それはね V バウの曲も、あとはクリムゾン、ピンクフロイドとか2人だけのプログレバンドと称して、もう結構すごいことやってます。もうディープな世界を。で翌日8月31日が、うん、ワイルドサイド東京というところで、そこはね、まあ、キャット夏フェスというちょっとあのフェスなんですけど、その30周年記念で、はいはい、僕とあのアーシェイカーの海君とベースね、うんうんうん、でドラムにチャージというまた強力なやつがいましてね、うんうん、そのトリオセッション、そこにまた藤重君というまたもう入っとんの強力なシンガーも入ったりとかして、うん、ある意味スーパーセッション的なライブでね、うん、僕ら参加するんですけどね、うん、あとはまあ11月はまあ、まあ、北海道、あ、11月じゃない、9月は北海道ツアーもねたっぷりやったりとか、まあ本当いろんなことやってて、すでにいろいろねホームページのスケジュールに上がってるんで、はい、ぜひお近くに来て、僕が行くときは来てください。よろしくお願いします。はい、ということでね、山本恭嗣さんのスケジュールでしたけど、高橋誠さん、まあちょっと先ですけども、はい、還暦、あ、古希、うん、古希ですね。すごいね、早いね、同じね、同じ年だ、一学年先輩だし、同じ年、ね、僕もね、古希、ね、うん、僕はまあ特別な、ね、何もしない、うん、いや、あの、やるだろう、やろうよ、ということでね、これ原宿クロコダイル、はい、これは高橋真子さん古希のお祝い、はい、バースデーライブですね、はい、9月20日、そうです、ぜひね、9月20日、はい、皆さんね、よかったら来てください、ね、いろんな人、もうね、ゲストがすごいです、ゲストすごいですね、はい。書き金、あ、私の名前もある、金尾芳郎って書いてある、僕の名前、私の名前もあるよ、私の名前、どうすればいい、まあ、私の写真も入ってるんですよ、あ、ペンギンでもやるんですよ、僕ペンギンってバンドで一回ね、ゲストで呼んでもらって、ね、クロコダイルでね、素晴らしいセッションやらせてもらった、なるほどね、うん、あ、野呂君も、野呂一世、野呂も来るよ、還暦の時もね、やっぱり、あの来ていただいて、うん、で野呂たちと一緒にやりましたね。野呂さんもねラジオね、うん、ご視聴いただいたことも、ね、あ、本当に、ぜひね皆さんもね、はい、9月20日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、高橋誠国旗 DY 、はい、これもちょっとじゃあ、うん、あ、これ、はい、これは何、あ、これはなんか僕のやつだな、まあ、僕のやつでも、あの、一応ほら、お呼ばれしてるから宣伝してあげないとね、あ、そうだね、横須賀今度行く YTY でやります、映画館ですね、もっとね、僕も二度ほどやらせて、ね、あそこいいですよね、うん、いいとこだ ね、そこでね、あの、やります、ギターがね、あの、ARB とかの白浜くん、結構ね、もうあれですね、博多のライブハウスの時からの知り合いで一緒にやろうとかって言ってたんだけど、それが46年ぐらい経ってやっと最近一緒に、あ、本当にいいね、はいはい、そういうことですか、ということでね、もうなんかちょっと時間があんまりないかもしれないから、なんかやりますか、テンポアップでする、テンポアップ、テンポアップ、 You never give up、 YouWoman,
give up, never give up, never give up, baby. Never give up, never give up, never give up, never give up you. Never give up, never give up, never give up, baby. いつも朝まで踊ればスローダンス時を忘れてみる京司さん、おいでいただきましたけど、ね、またねお越しください。わ、はい、かりました、ね、また行きます。ファンの方々もありがとうございました。ありがとうございます。本当に来てくれてね。お相手は松下俊美と高橋誠と花尾芳郎でございました。また来週お会いいたしましょう。 See you next time、hey. ありがとう。思い出が流れる春には菜の花が辺りを埋め尽くす行き交う人の中に幻を見たんだ。後ろ姿優しいあの人は